今回ですけども、今回ね18年この動画は、とあるブランドにねハマってしまったかもしれませんというね、動画になっております。はい、これねどういうことかっていうのは、まあ後で話すんですけども、まあ先にねじゃあいつも言わさせてもらってるんですけども、僕のチャンネルね1日2本投稿していまして、18位に1本目の動画、21位に2本目の動画で、僕のチャンネルね他の YouTuber とちょっと違くて、メインチャンネルサブチャンネルってね分けてるんじゃなくて、メインチャンネルに上がるような動画とサブチャンネルに上がるような動画をこの1本のチャンネルで配信するということで、それが18位の今日の動画がサブチャンネルに上がるような動画で、21位の動画がこのチャンネルのメイン動画になるんで、今日もね21位にこのチャンネルのメイン動画上がるんでね、ぜひそちらもご視聴お願いします。はい、そしてね毎日2本投稿してるんでね、まあいろんな動画上げてるんで、ぜひねこれをきっかけにチャンネル登録と、これからも見てほしいなって思うんでね、ぜひお願いします。はい、というね、じゃあね、まあ、どういうことかっていうのをね、まあ、先に説明しますと、とあるブランドにハマったかもしれませんっていうのは、今日の21位の、2本目の動画に関連するんですけども、その動画で、実は、もうこの動画に関連したものを、出してるんで、ぜひね、そちらも見てほしいんですけど、まあ、とあるブランドっていうのはもう先に言うんですけど、まあ、サムネにもあるかな、タイトルにもあるかなって思うんですけど、まあ、ザラです。はい。まあね、ザラに最近ね、ちょっとハマったかもしれませんというか、最近というかもうほんまに、もうめっちゃ最近。で、お前なんかちょくちょくザラ行ってるんじゃないかみたいなことを言われると思うんですけども、まあその時はぶっちゃけそのめっちゃハマってるっていうか、まあ、久しぶりに行ってみようかなみたいな企画にもできるし、久しぶりに行ってみようかなみたいな感覚で、で多分動画でもね、ぶっちゃけその買ってなかったりっていうのがあったと思うんですけども、今回はそんな感じじゃなくて、もうほんまに僕の好きなブランドに入るんじゃないかみたいな。そう、僕の好きなブランドの一覧、まあ、いろいろあるじゃないですか、僕の好きなブランド、ディーゼルだったり、フラグサブだったり、いろいろあると思うんですけど、その一覧、ブランド一覧に入るんじゃないかっていうぐらい、ちょっと僕の中で今来てまして、そう、まあ、それはなんでかっていうと、編集の合間とかに、ちょっと、休憩時間で見てたんですよ、ザラをね、まあ、気分で。そしたら結構、僕の気になる雰囲気のアイテムというかが、そう、結構あったんですよ。そう、だから、それを、それが事実というか、まあ、そのネットで見ただけで分かんないところもあるんで、それが本当に僕の好きなブランドに入るかっていうのを確かめに行ってる動画が21位に上がります。でプラス、購入品っていうかショッピングみたいな感じの動画にもなってるんで、でね、まあ、もうここまで言っちゃおうか、もうここまで言っちゃうんですけど、その2本目の動画では購入品紹介です、はい、ショッピングプラス購入品紹介プラスそのザラが本当に僕の好きなブランドに入るかっていう、その3点のね3点が交わった動画です。はい、なんで、まあ、購入品もあるんでね、ぜひね、楽しみにね、してもらえたらなと思うんですけども、そう。で、その動画でね、本当にザラが僕の好きなブランドの一覧に入ったかっていう検証結果まで言ってるんで、はい。まあね、この動画はね、もうその購入品の動画を撮った後なんですけども、まあぜひね、そちら、楽しみにね、今日の21の動画で見てもらいたいなと思うんですけども、そう、ザラっすよ、マジで。ザラはね、ほんまに全然僕買ってなかったんですけど、なんかね、急に気になり始めたんですよね。うん、そう。まあ、なんていうかわかんないんだけど、まあ、まあ、どっちかはね、本当に好きになったか、本当に、いや、別にこれ、その、気になったっていうのが勘違いだったかっていうのは、その次のね、21の動画で話してるんで、まあ、ここでは言わないんですけども、今、現時点で、まあ、結構、その、気に入って、ってるというか、ちょっと気になってるアイテムっていうのを、まあ、今ねちょっとこの動画でちょっと何点か出そうかなと思ってるんですけども、はい、でちょっとねまずそれを一回ね皆さんに、見せたいなと思います。はい、まあ、そんなねめっちゃ数出さないんですけど、ネタバレになっちゃうんで、ね、そう買ったものだから、まあ、ちょくちょっと気になったアイテムを1点2点ぐらい紹介しようかなと思ってて、でまず1点目こちらです。はい、ブラッシュジャージーベーシックジョガーパンツということで、はい、このね、緑のスウェットパンツですね、多分。そう。まあ、緑だけじゃなくて、いろんなカラーあるんですけど、これは緑なんですけど、こういうちょっとシルエットのスウェットパンツ、いいなと思って。なんかさ、こういうスウェットパンツって意外にありそうじゃん。だけど、あんまりないんですよね。で、なんかザラのネット見たら、こういう結構パンツ系がね、いろいろその、結構デザイン性があるパンツだったり、まあ、そういういろんなシルエットのパンツがあるんで、ちょっとそういうところは僕からしたら結構好みなんで、今ねちょっと気になって、まあ、これ上げさせてもらったんですけど、まあ、結構ほんまに結構ねめっちゃ気になってるんですよね、意外と、うん、ちょっとねこの動画そのもうその21の動画で本当に好きなブランドに入ったかっていうその検証結果を
もうその動画言った後にこれを撮ってるんでちょっとねあの言いづらいんですけど、でもまあ結構その意外とね良かったんですよね、その買ってなかった割には。多分みんなねザラ好きな人結構いると思うんですよね、人気なブランドだし比較的に安いし。そう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 、はい。でね、じゃあこの 2点目がこちら、はい。TRF カーゴミッドライズデニムパンツ、カーゴデニムですね。そう、こういうパンツのせい、こういうパンツのせいじゃねえや、こういうパンツもさ意外とないよね。そう、カーゴデニムみたいな、うん、でしかもシルエットもいいしみたいな。そう、こういうのもさ普通にパーカーに合わせるだけで可愛いしみたいな。そう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 、なんかそういうパンツって意外と僕持ってなかったし、うん、なんか買ってもいいんじゃねえかみたいな感じで、まあ、こういうアイテムとかをもろもろ見てて、ちょっとあれもしかしたら僕気になってるブランドなんじゃねえというか、気になってるんじゃねえかみたいな、もしかしたら好きになり始めるんじゃねえかみたいな、そういう感じのね、そういう感じにちょっと思ったっていうのがきっかけかな、ザラをちょっとあの気になり始めたのは。そうそうなんですよね。だから意外とまあこれこういうこの2点かな、うん、まあ、今、現状で言えるのは、うん、別に、まあ、先にこれも言っとくんですけど、この2点を今回、21位の購入紹介で出してるアイテムではないです。そう、これではない、買ったアイテムは、まあ、また別のアイテムなんですけど、まあ、それはね21位の動画をね見てほしいなと思います、はい。でもちょっと、まあ、21位の動画の、まあ、前座っていうわけではないけど、この動画でちょっとそのザラが気になり始めたかもしれませんという、でその好きなブランドに入る可能性がありますというちょっとまあ報告の動画というか、ちょっと21位のその前座の動画になってるんですけども。そうだからね、僕もねぶっちゃけそのザラをね真剣に見たことがなかったんで今まで。そうだからもしかしたら真剣に見たら今まで見えなかった部分のアイテムが出てくる可能性もあるんで、ちょっとねまあここでは全部言えないんで、もうここら辺でね終わりにしとくんですけども、ぜひそのね結末は、まあ、その買ったものとあとそのショッピングの1日の何まあ、その時のコーデ紹介、ショッピングに行ったコーデ紹介とかもいろいろしてるんで、その時の、まあ、コーデとか、まあ、そのショッピングの一日と、あとザラが本当に、僕の好きなブランドの一覧に入ったか、うん、っていうのも、検証結果で出してるんで、はい。でここのねもしね好きなブランドの一覧に入ったらザラの購入紹介とかがこれからね出てくるか増える可能性もね、まあ、増えるっていうか今までやったことがないと思うんですけど、ザラの購入紹介が出てくる可能性もあるよというね、まあ、報告ということで、はい、ぜひそのね、結果は21のね動画で見てほしいなと思います。はい、ちょっとねこの動画でね僕ねちょっとね何て言えばいいかねちょっと話しづらかったんですよ。まあ、なんでかというとそれは21の動画を撮った後だから、そう僕はもう結果を知ってるから、そうだからちょっとね言葉にするのは難しかったんですけど、まあとりあえずね21位にそのザラのね、ザラに関する動画、上がるんで、ぜひそちらねご視聴お願いしますということで、じゃあねこんな感じでねちょっとね、このチラシのプロの動画はゆるっとね配信したんですけど、まあ、21の動画がね、本編まあ本編に繋がってるんで、ぜひそちらもご視聴お願いしますということで、じゃあね、今度は終わりたいと思います。ありがとうございました。